仙台港に今年3隻目となる国際クルーズ船が寄港し、乗客が県内観光に繰り出しました。仙台港に今朝寄港したのは、乗客およそ500人を乗せたクルーズ船、シルバーミューズです。シルバーミューズは、昨日東京港を出発し、東北や北海道を回った後、太平洋を横断して、カナダのバンクーバーを目指します。船を降りた乗客たちは伊達武将隊に迎えられ、仙台市内や松島など初夏の県内観光に向かいました。We're going to see the famous mausoleum and the museum and the old castle ruins. We've looked forward to having a great day in Japan.We should probably travel more. Our suitcase is too small. We need a bigger suitcase to fill it with good things from Japan. また船内では歓迎セレモニーが開かれ、船長らに花束や記念の盾などが贈られました。シルバーミューズは今夜仙台港を出発し、明日は岩手の宮古港を訪れます。